ドジャースの大谷翔平投手29の口座から違法スポーツ賭博の借金返済のため約1700万ドル、約26億5200万円を盗んで不正送金したなどとして銀行詐欺などの罪に問われた元通訳、水原一平被告39が14日、日本時間15日、在場認否のためカリフォルニア州の連邦地裁に出廷した。 裁判所は水原被告の出廷にあたり、法廷への一般市民の立ち入りを禁止した。スポーツ専門メディア、ジアスレチック、ノサム・ブラム記者はこの、立ち入り禁止、の措置について同サイトに記事を投稿した。ブラム記者は、法廷には報道陣は入れなかった、とした上で、裁判所の警備員によれば、これは判事の決定だという、と記した。ところが、寺院、 P ・ローゼン・ブルース判事は自分の決定ではないとし裁判所の警備を引き合いに出したとセキュリティ面から立ち入り禁止になったとし自身の判断ではないと主張していると報道。またブラム記者によると判事はロサンゼルスタイムズ誌の元記者だと明かしており謝罪したと綴られている。現地では AP 通信の記者が抗議の署名を集めたが 結局裁判所に集まった日米メディアは別室で音声により審理を聞くこととなった。次回審理の日時は6月14日が予定されている。次回審理後、新たに期日が設定され、判決が言い渡される見込み。刑期は最長で禁錮33年だが、連邦地検は司法取引に基づき、刑の軽減を申し入れる。 連邦地検によると、同被告は2021年11月頃から24年3月頃、違法スポーツ賭博で抱えた借金返済のため、大谷選手の口座から賭博の道元側に不正に約1659万ドル、約25億9500万円を送金。大谷選手の口座から得た金を課税所得として報告しなかったとする虚偽の納税申告の罪にも問われている。